毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回はヘドンのザラ2を紹介したいと思います。それではヒロボー紹介します。こちらがオールドヘドンのザラ2です。1976年より製造です。こちらはエビスコから復刻されたザラ2です。そしてこちらはプラドコから復刻版で出たザラ2です。オールドヘドンのザラ2になります。かっこいいですね。そしてウェイトがラトルになってます。ウェイトは 18g です。浮き姿勢です。こちらはエビスコのザラ2になります。こういう感じです。オールドと比べるとラインアイの位置が異なります。そしてボディの構造も変わってきます。ウェイト質もこういう感じです。そしてラトルはならないです。ウェイトは 18g です。浮き姿勢です。オールドヘドンと比べるとこういう浮き姿勢の違いになります。こちらはプラドコから復刻されたザラ2です。こういう感じです。オールドのザラ2と比べるとラインアイの位置が異なります。エビスコのラインアイとほとんど一緒だと思います。こちらもプラドコから復刻されたザラ2なんですけども、通点に改造していたので穴を開けていました。下がオールドで上がプラドコから出ているザラ2です。こういう作りの違いです。そしてウェイトもこういう感じです。プラドコザラ2もラトルはならないです。下がエビスコで上がプラドコなんですけども、ここの隙間の量がちょっと違います。こちらがエビスコでこちらがプラドコです。プラドコの方がちょっと広がってます。ウェイトの形も違います。オールドのザラ2には通天用の穴のマークがありますが、エビスコやプラドコにははっきりしたのが見当たらないです。オールドヘドンのザラ2にはこういった
穴があるんですけども、エビスコやプラドコには見当たらないです。ウェイトは 16g です。浮き姿勢です。オールドヘドンと比べるとこういう浮き姿勢の違いです。オールドヘドンのザラ2です。エビスコのザラ2です。プラドコのザラ2です。それぞれ浮き姿勢も変わってきます。今回はヘドンのザラ2の紹介でした。こちらのオールドヘドンのザラ2で去年バスを仕留めています。また実況動画の方も見ていただけたら嬉しいです。そして大きさや浮き姿勢なんかも100均で作るシリーズのザラ2の参考にしてもらえたら嬉しいです。今回はヘドンのザラ2の紹介でした。ご視聴おきに。